目玉をほじくり出したり、お腹を切って内臓を引きずり出したり、人を殺した分だけ私がお嬢さんを拷問します。その痛み、苦しみを耐え抜いた時、あなたの罪は許される。一緒に頑張りましょう。大丈夫、お嬢さんは鬼ですから死んだりしませんし、後遺症も残りません。冗談じゃないわよ。死ね、クソ女。仲良くするのは無理なようですね。残念残念。虫の呼吸、蝶の舞、戯れ。首は切られていない。あんな刀を。そうか、体が小さくて腕力がないから首を切れないんだわ。これなら勝てる。首を切られてないからって安心したらいけませんよ。私のように毒を使う剣士もいますからね。鬼殺隊虫柱、胡蝶忍。私は柱の中で唯一鬼の首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。失礼しました。死んでるからもう聞こえませんね。うっかり。